あ、これは密室マイルーム。根本二人、何も起きないはずはなく。可愛色のエリモ。こんにちは、エリモです。前回オレンジアカデミーに入学したので、今日は校長室に行くところからやっていきたいと思います。もし今朝なら初めのジムとかもやっていきたいな。よし、じゃあ学校の中探検するか。このディスプレイなんだ。あ、なるほど、こうやっていろんなところに行けるんだね。え、なんかこの感じさ、すごいあれじゃない、なんか大きい大学とかそういう感じじゃない。え、だってこれあれでしょ、出席ピッてやるやつでしょ。でもなんかすごい由緒ある感じだわ。なんか光ってないこれ。え、なんか一個だけさ、不自然に出てる本あるんだけど、なんだこれ。タイプと技その1という本がある、読んでみよう。へ、あ、こんなのあるんだ。へえ、あ、なるほど、こうやって勉強していくのか。え、本当に勉強してるみたいだ。あれ、この子たち、なんか学校の勉強について喋ってるぞ。なんだ？タイム先生の数学も何気に勝負の知識学べるんだよね。へぇ、そうなの？え、バトルの知識を学べる数学ってなんだろう？気になる。理科系コースのボタンってこう、頭いいし機械が得意なんだ。え、ボタンさんのことについて言ってるぞ。最近復学したんだって。あ、へぇ、休学したってこと？へぇ、こんなとこに手がかりが。スター探偵って言ってる人いるぞ。あ、なんか知ってるんですか？スター団って知ってる？ずいぶん前にトラブルを起こしたの。え、そうなんだ。へえ、あ、トラブルメーカーなんだ。あ、知ってるかいっていう。あ、なんかすごい、ちょっとキザなやついるな。あ、初めて目を開いた。すごい。美少女に近づかれたら、なんか決め出したぞ。なんかめちゃくどかれてるみたいじゃないこれ。知ってるかい？この学校は創立805年らしいよ。すごい、あの自慢げに知識を披露されただけだった。805年前にこの人が作ったということか。へえ、結構歴史ある名門校なんだろうな。え、面白い。よし、じゃあとりあえず校長室行くか。いや、怒られんのかな、やだな。え、でも何も悪いことしてないしな。なんだろう。お、あ、どうもこんにちは、来たよ。こんにちは。エリモさん、よくいらっしゃいました。お、あんま怒ってないぞ。オレンジアカデミーは気に入ってくださいましたか？あ、はい。すごいいいところですね。大変嬉しいお返事です。ほう。え、要件って何ですか？先ほど食堂で話せればよかったのですが、理由がありまして校長室までお呼び出ししました。私の友人があなたに大事なお話があるそうです。へえ、なんだろう。ん？大事な友人？え、なんだ？ん？おっと、この場にはいらっしゃいません。今、つなぎますね。ん？つなぐ？え？あ、テレビ通話ってこと？あ、え、あれ？え、この人博士じゃん。あれ、ペッパーさんのお母さん？ハロー、エリモ、はじめまして。私はオーリム。パルデアの大穴の奥、エリアゼロにて、ポケモンの研究をしている。あ、ここか。あ、博士と友人。ってことはいくつだ？我が校の卒業生で素晴らしい博士なんですよ。へえ、そうなんだ。単刀直入に話そう。学籍番号805C393 エリボン。君はコライドンという不思議なポケモンを連れているな。なんで知ってるんですか？いや、まあ、連れてますけど。正直な情報提供、大変感謝する。あ、さてはペパーさん言ったな。え、なんか筒抜けなんだけど、行動が。いや、何、責めるつもりはない。ただ、協力してほしいのだ。協力？協力って何ですか？あ、あれ？コライドン、あぎゃー！お、勝手に出てきちゃダメだぞ。いや、久しぶり。元気そうで何よりだ。ギャス！お、なんか、懐いてる？わかるのか？実はコライドンは私が管理していたポケモンでね。へえ、そうなんだ。え、逃げ出したってこと？ペパーという青年から受け取ったであろうボールも、もともと私のものなんだ。へえ、しかし今私はそのポケモンを管理できない状況にいてね。エリモには引き続きコライドンを可愛がってほしい。お、まあもちろん、そうしますけど。そう言ってもらえると助かるよ。
え、なんでわざわざ私に連絡をしてきてくれたんだ？コライドンは今弱っており、戦闘能力を失っている。移動に特化したライドフォルムにはなれそうだが、持っていた能力を完全に取り戻すには時間を必要とするだろう。うん、なるほど。私の連絡先をスマホに登録しよう。スマホロトムを出してくれたまえ。今後は状況確認のため定期的に連絡させてもらうよ。それでは達者で。あぎゃぎゃ、ギャス。どうした？このポケモンは、もしや、エリアゼロの？ん？クラベルさん、何ですか？オホリム、まさか、あなたは。え、なんかめっちゃ怪しいんだけど。え、なんかどんどん謎に巻き込まれていく感じあるぞ。博士に随分大きなお願いをされてしまいましたね。確かに。アカデミーも全力であなたをサポートしますから、託されたコライドンと共に学園生活を楽しんでくださいね。お、わかりました。まあね、ちょっといろいろこれからウキウキワクワクの学園生活が始まるからね。え、終わり？これで。え、終わりですか？え、これだけですか？エリアゼロ、博士。え、待って、めちゃくちゃ怪しいんだけど、なんだこれ。え、絶対あなたなんか知ってますよね。教えてくださいよ。あ、てかよく見たらさ、これポケモンのなんか足跡とか化石じゃない？あー、校長もなんかいろいろ研究してるのかな。あ、なんかホワイトボードあるぞ。なんだこれ。あ、これ見えないんだ。へえ、なんだなんだ。あ、でもなんか地層とかいろいろ映ってるぞ。あ、これあれじゃない？この白黒のさ、真ん中の下のやつ、エリアゼロの写真じゃない？え、なんだろう？うわ、気になる。めちゃくちゃ気になるぞ。あ、あ、ネモさん？失礼しまーす。人来た。おう、あ、いたいた、エリモ。入学早々校長室に呼び出しなんて悪いことでもしたの？いや、そんな、なんて冗談。ふう、危ない危ない。ジニア先生から寮の部屋を案内するように言われたの。エリモのマイルーム、一緒に行ってみようよ。お、やったー、私の個人部屋か。お、やったー、エリモの部屋があるぞ。やったー。これで、やっと、一人でぬくぬくできるぞ。お、おー。え、広くない？キッチンついてるんだけど。しかも IH あるから、料理できんじゃん。ジャカパーン、ジャカパーンってなんだ。これからエリモが暮らす部屋でーす。え、めちゃくちゃ広いんだけど。で、私も初めて入るんだけど、へえ、え、めっちゃ広いな。学校初日からいろいろあって疲れたでしょう。ベッドでゆっくり休んでね。ベッドで寝れば人もポケモンも体力回復。ほう、なるほど。元気になったらまた明日いっぱいポケモン勝負しよう。おい、それが狙いだな。それじゃあまたね。オッケー、ありがとうございました。いや、なんかネモさん、本当に悪気なさそうだな。おー、え、これなんだろう、シャワールームとかかな。お、バスルームだ。へー、え、すごい、ちゃんとベッドと机とかクローゼットとかキッチンとか、うわ、冷蔵庫までついてんじゃん。マジ、電子レンジもあんじゃん。マジかよ。お、自分だけのキッチンだ。うわ、すごくない？ベッドで寝て学校生活に備えようか。あ、わかりました。寝ます。エリモがオレンジアカデミーに入学してから何日が経ち、冒険の始まる日がやってきた。え、待って、私めちゃくちゃ寝てるじゃん。ってことは、ついに、あ、チャイム鳴ったぞ。なんだ？生徒の皆さん、本日から課外授業が始まります。おー！説明をいたしますので、グラウンドに集合してください。お、やったー！おー、お、やったぞ。おい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 、おいおい、ネモさん、ノックしろよ。ついに来たー。いや、じゃないのよ。ノックくらいしてよ。課外授業楽しみすぎる。早くグラウンド行こう。いや、マジで悪気なさそうだな。あ、なんかさ、いろいろ本とか増えてるんだけど。あ、生活馴染んでるぞ。おお、あ、なに、時間割？あ、なんかすごい貼ってある。あれ、なんかコーヒーとか、へー、置いてあるんだけど。あ、食器類ちょっと置いてあるわ。へえ、細かい。すごい。こだわりを感じる。よし、じゃあ行くか。グラウンド。お、うわ、これ見たことあるやつだ。皆さん、集まりましたかね？
それではこれから課外授業の説明を行います。課題のテーマは宝探し。おねもさん、おー、私もいるぞ皆さんには世界を旅して自分だけの宝物を探していただきます。あれ、なんか今マイキーみたいな人いたぞ。これまで皆さんは学校の中で多くの知識を学んできたと思います。しかしこれからは外の世界にも目を向け、見聞を広めていただきたい。パルデアの豊かな自然、豊かな文化、そこで暮らすポケモンたち、おお、なんか知らないポケモンいっぱいいる。そこで暮らす人々、どこへ行き、誰と出会い、何をなすのか、それぞれがそれぞれのポケモンたちと共に歩き、共に考え、共に感じ、はあ、私かわいい、自分だけの宝物を見つけて帰ってきてください。ほう、課外授業を通して大きく成長したあなたたちに再びご挨拶できることを楽しみにしておりますよ。へえ、それでは宝探し開始、いってらっしゃい。あ、っていうことはしばらくなんか夏休みを利用して課外授業って形でみんなが外に出るのかな。へえ、いや、いいな、こういう学校楽しみ。あれ、これは元トカゲじゃん。よっしゃ、オープンワイルドだ。なんだオープンワイルドってライドしていくよ元トカゲ。おい、え、いいな、私まだ乗れてないのに。え、ほんとなの。皆さんお気をつけて、パルデアの大穴への立ち入りは危ないので高速違反ですからね。あ、あれ、そうなんだ。あそこって入っちゃいけないところなんだ。あ、ネモさん。エリモ、行くよ。あ、はーい。宝探し、始まったね。宝って、ところで宝って何なんですか？初めてだもんね。歩きながら教えるよ。お、教えてくれるんだ。オレンジアカデミーへのメインイベント、宝探しはね、宝探しとは言っても本当に宝があるわけじゃなくて、ん？なんだ？パルデア地方を自由に冒険して、いろんなことを体験すればいいの。ああ、なるほど、体験学習ってことか。ジムに挑戦したり、困ってる人を助けたり、本当にお宝を探しちゃうのもあり。へえ、なんか面白そうだな。普段学校の中じゃ学べないことをいっぱい学べるよ。え、そういうの実際にもやってほしい。勝負の機会もたくさんで、私的には最高のイベント。宝探し中に再会したらエリモとも戦わせてよね。あ、絶対それ言いに来ただろうまあはいって言っとくか。なんかあと怖そうだしそうだ、スマホのマップアプリ、行きたいところを設定できるんだ。あ、そうなんだ。この前登録したジムの場所、目的地に登録してみたら。あ、へえ。生徒会長ネモ、抜け駆けとは卑怯だな。え、ペッパーさん来た。え、なんだ。うわ、ペッパーくん。え、なんだ。どうしたどうした。抜け駆けって人聞きは悪いな。ジムをおすすめしてるだけ。何するか決めるのはエリモ自身だもん。エリモは俺と主ポケモンを探してスパイスをちょろまかすんだ。お前泥棒か？チャンピオンになってる暇ないぜ。あ、今日突然の三角関係。秘伝スパイスを守る主の住みか一緒に行くんだもんな。あ、ちょっとずるい。エリモに変なこと教えないでよ。私を取り合っている。はぁ、誘ってるだけで決めるのはエリモ自身だろ。ふんぬその怒り方するの。あ、あれなんだ？ロトロトロト。電話かかってきた。ん？エリモ、スマホ鳴ってんぞ。え、なんだ？誰だ？お？誰だ？あ、カシオペア！やあ、エリモ、カシオペアだ。以前伝えていたスターダスト大作戦についてだ。スター団には5つの組があり、アジトもそれぞれ分かれている。エリモにはそこへ向かい、組のボス5名を倒してほしいのだ。え、下っ端軍団が邪魔してくるだろうが、私も遠くからサポートさせてもらう。ボスたちは組の名前となっているポケモンタイプの使い手だが、あなたならきっと大丈夫だろう。というわけで勝手ながらアジトの場所を登録しておく。え、
おうおう、めちゃくちゃ勝手にいじられたぞ。あ、なんだ？なんだこれ。おお、すごい顔の人いるな。なんかいる、人になんか徐々に出てきそうな人いるな。めちゃくちゃ可愛い子いるんだけど。フェアリー組。へえ、格闘組の人やば。レスラーじゃん。なんかすごい個性豊かだな。なんかこういうタイプってさ、可愛い子が一番やばかったりするよね。お、スターダストストリート。お、なんか始まったぞ。ボスを倒すたび、たんまりと報酬を差し上げよう。マジ？マジですか？いや、いきなり誰なの？スターなんて不良で危ないし、エリモには関係ないよ。あれ？そうだそうだ、こいつは俺と一緒にすんげえ食材探すんだよ。あ、すごい。三角関係っていうか四角関係になったぞ。決めるのはエリモ自身だったかな？ネモ、ペパー。二人のことも知ってるの？誰？なんで名前？いや、これ怖いよね。エリモ、あなたの活躍を楽しみにしているよ。誰なんだよ。怖いよ。何だったんだよ。いや、本当だよ。エリモ、友達多いのはいいけど、いや、誰が友達だ。今ので友達って思うのやばいだろう。危ないところに深入りしすぎないでね。いや、でもこの人もやばいんだよな。さて、気を取り直して冒険の始まりをしよう。私は出会ったポケモントレーナーと片っ端から勝負していく。いや、マジでナチュラルボーントレーナーすぎない？最強を追い求めていれば、その経験が自分だけの宝になるはず。とりあえずもう一度ジムに行って新しいポケモン鍛えようかな。あ、2周目とかできるんだ。ジムの建物、写真送っとくね。あ、ここどこだ？いろいろ靴足しちゃったけど、決めるのはエリモだから、行きたいところに行ってやりたいことをやっちゃえ。お、いいこと言うじゃん。なんやかやネモさん悪い人じゃないな。自分だけの宝、ねえ。俺の場合は、秘伝スパイスに決まっている。待って、なんだ。スパイスを見つけたら、うまいサンドイッチ、作って食わせてやるからな。お、マジ？あ、それもいいな。それもいいな。あー、なるほどなー。あ、やす、お、どうした？クライドン。なんで出てくるんだよ。サンドイッチって言葉に反応したのかな。あ、お前もサンドイッチ好きだもんな。お前にはやらねえ。あ、そういえば、お前、私のサンドイッチ食べた一食一般の恩義を返してもらうときまだだぞ。ギャスギャス。早く行きたいみたい。エリモに乗れって言ってる？あ、やっと乗せてくれるのか。やったー、よし、乗るぞ。やったー、やった、乗れた、アンギャー。めちゃやかましいじゃん。おー、変形した。やっぱり元トカゲっぽい。コライドンと一緒ならどこにだって行けそうだね。確かに。楽しみ。どうだかな。なんだペッパー、なんかお前知ってるのか。主ポケモンを探すなら東門から出るといいぜ。お、エリマージムに行くから西門から出発がおすすめだよ。東側は迷いやすいし。どうしよっかな。先に行ってっぞ。さっさと追いついてこいよな。あ、なるほどね。バラバラに行く感じか。私もジム行こう。またね、エリモ。いいな。なんかいいな。それぞれみんなキャラが立ってる。自主性が高い。いよいよアカデミーの課外授業、宝探しが始まります。自由に目的地を巡り、たくさんのポケモンと出会うことで、あなただけの宝物を見つけましょう。おー、やったぞ、やったー。やった、おお、やった、やったぞ、わー。よーし、じゃあとりあえず一つ目のジム行くか。うわー、初めてのオープンワールドだ。ついに冒険が始まるぞ。ハワイ色のエリモ。おー、よっしゃー、行くぜー。あ、すごい、メリープの家族だ。あ、あれ、待って待って、これ何これ。あ、これはまさか。あ、やっぱそうだー、新ポケモン。うわあ、おお、ミニーブじゃん。かわいい、ちっさ。どうしよっかな。おいでー、やったー。やった、ミニーブ捕まえたぞ。やったー。これ PV 出てたさ、新ポケだよね。嬉しい。ミニーブのオイル。オリーブオイルじゃん。オリーブポケモン。
頭の身からオイルを出して敵から身を守る。オイルは飛び上がること苦くて渋い。へえ、そうなんだ。わあ、ニックネーム何にしよっかな。よし、決めた。今日からお前ももこみちだ。男の子だからね。よろしくな、もこみち。いや、着々と新しいポケモンに出会っていくの嬉しいな。あ、なんか、パルデア10件もう見ましたか。え、なんだこの人。え、怪しい。あ、ポケモントレーナーか。よし、行くぞ。よし、パルデア10件教えてくれよ。パルデア10件の生き方教えてあげましょうか。お、教えてくれ。勝負で勝ったらな。よし、勝ったぞ。パルデア10系が一つ。オリーブ大農園はそこのポケモンセンターの向こう。道なりに進めばすぐですよ。へえ、パルデア10系なんてあるんだ。ポケモンセンターの向こう。あ、もうすぐそこじゃん。よし、行くぞ。あ、お、これ？あ、すごい。え、めっちゃ綺麗じゃない？ほら。え、すごい。え、パルデア10系めっちゃ綺麗じゃん。これがオリーブ大農園？え、すごい。え、めっちゃいいね。え、なんか、SV 楽しみすぎて、ガイドブック買っちゃったんですけど、パパラッチっていう。え、なんかそれに、スペインはオリーブの産地として有名で、スペインのオリーブって200種類以上あるって、なんか書いてあった。え、これじゃん。すごい。ちゃんとスペインの地形を表現してるんだ。パルデア10系。え、他にも9系あるってこと？素晴らしいよ、この景色。上楽しみ、冒険。あ、着いた。え、すごい。あ、ここが、セルクルタウン。おー、すごい。あ、第一村人。あ、この人あれ兄弟じゃないぞ。なんかダンディーのおじさんだ。こんにちは。ここはセルクルタウン。セルクルはサークルとも読む。オリーブの形と一緒だな。へえ、そうなんだ。あ、ヘラクロスだ、かっこいい。虫タイプだけどさ、ヘラクロスっていいよね。あ、筋肉ポーズ決めてくれたぞ。かっこいい。あ、え、すごい、プールある、プール。よっしゃ、行くぞ。お、お、え、待って。すごい。バチャバチャ脱ぎ始めたぞ。かわいい。浅いプールでバチャバチャしとる。あ、さすが、オリーブの産地だけあって。ミニーブがトラックの上にいるぞ。あれ、これ出荷されるということか。あれ、ということは、あれ、ミニーブもクルトンと同じ食材ということ？ん？なるほど。あれ、なんだこのポケモン。え、なんだこのポケモン。え、なんか、え、虫？え、ここ虫タイプジムの街だから虫ポケモンかな。え、なんか可愛くない？文房具みたいなんだけど。え、なんか虫だけど気持ち悪くないぞ。あ、消えた、消えちゃった。え、なんだこのお店。ムクロジで売ってるお菓子、とっても美味しくて大人気なの。へえ、あ、お菓子屋さん。あ、ってことあれか、あのジムリーダーの人のお菓子屋さんってこと。あ、すごい。え、すごいおしゃれなお店。でも虫ポケモンだけあって、クモの巣なんかモチーフになってる。え、これ上どうなってるんだ。え、おしゃれじゃないこのなんかロッジみたいなやつ。この店、お茶しながらジムの勝負が見れるんだ。え、すごいいいお店じゃん。そうなんだ。あ、あれ、ここにバトルコートあるんだけど。え、え、っていうことは、え、もしかしてここでさ、ジム戦やるってこと？あれ、なんか私先来ちゃった感じかな。え、すごい面白い。え、めちゃくちゃ楽しいんだけど。あ、かわいい。タマンチュラと戯れてるぞ。うわ、この子めっちゃいい顔してるな。すごい楽しそう。こんにちは。え、かわいいんだけど。うわ、楽しそうだな。めっちゃ和むわ。あ、着いたっぽいぞ。へえ、ここがジムか。あ、なんか人いる。お、セルクルタウンはオリーブ収穫祭の真っ最中。へえ、ジムテストもお祭り仕様になってるよ。え、そうなんだ。セルクルジムのジムリーダーは戦うパティシエ楓。可憐な見た目に気を抜くなよ。へえ、パティシエでジムリーダーっていいね。なんか今までそういう人いなかったからさ。よっしゃ、行くか。行くぞ、頼もう。初ジム。え、楽しい。おー、こういう、え、あれ、ネモさんいいんだけど。あ、エリモ。あ、なんでこちらに。ジムに来たってことは、ジムバッジを集めてポケモンリーグに挑戦するんだね。あ、あ、はい、そうですけど。圧がすごい。やった、そう来なくっちゃ。誘った甲斐があったよ。
ジムリーダーと戦うにはジムテストっていうお題をクリアする必要があるんだ。内容はジムごとに違うから受付の人に聞いてみて。これあげとく、私だと思って使ってね。いい傷薬3個ありがとうございます。使いづらいな、なんかエリモがチャンピオンを目指してくれて本当に嬉しい。なんかこういても立ってもいられない。その辺のトレーナー片っ端から勝負挑んでくよね。すごい、戦いの衝動を抑えきれてないぞ。あーこれすごい、欲張りすがお菓子食べてるぞ。かわいい、ガツガツしてる。よし、じゃあ受付するか。こんにちは、ようこそセルクルジムへ。挑戦者のお名前を登録します。エリモさんですね。はい、そうです、エリモと申します。当ジムリーダー楓と勝負するにはジムテストをクリアする必要があります。ほう、セルクルジムのジムテストはオリーブ転がしです。へー、オリーブの産地セルクルでは昔から豊作を願ってオリーブ収穫祭を行っています。へー、オリーブを模した玉を転がしてゴールまで運べればジムテストクリア。翌年は多くのオリーブが取れますよ。詳しいルールは会場にいるスタッフまでお尋ねくださいね。オリーブ転がし会場は町の北の方にありますよ。場所をマップに登録しておきますね。それでは行ってらっしゃい。へえ、そうなんだ、オリーブ収穫祭、え、面白そう。よし、じゃあ初めてのジムチャレンジ挑戦していきたいと思います。そんで多分初めてのジムって使ってくるポケモンも少ないと思うので、最初はこの3体でボンレスとアホゲとタピオでいきたいと思います。よしよっしゃ、やるぞ。豊作を願ってしっかり転がしてくださいね。ワクワク、ん、おお、え、なんかすごい迷路みたい。ジムテスト、オリーブ転がし、お、よしやるぜ。これどんな感じ、お、始まるぞ。よし、スタート。よっしゃ、行くぜ。で、これをにぶつかればいい。おー、なるほどね。あ、すごい。なんか、アメフトとか、そういうやつみたい。おー、あ、すごい。めちゃくちゃいろんなところにミニーブいるんだけど。あ、しかも意外と柵をさ、越えていけるんだ。しゃー、やったぜ。あ、上にミニーブいる。え、かわいい。あ、やった、合格したぞ。よっしゃー。エリモさんのおかげで来年も豊作間違いなしです。ジムテストは合格です、おめでとうございます。やったー、お菓子の虫、ジムリーダー楓に挑みますか。へー、お菓子の虫とか言うんだ。よし、挑みます。それではバトルコートにご案内いたします。おー、うわ、ついに初のジム戦なんだけど、めっちゃ楽しみ。おー、おお、始まった。あ、やっぱりここでやるんだ。あ、ビビオン連れてる。え、かわいい、ビビオンちゃん、たーんと召し上がれ。え、待って、めちゃくちゃかわいくない、この楓さん。うわ、おしとやか美女。え、めっちゃグラマラスじゃん。あらあら、素敵なトレーナーさん、オリーブ転がし上手にコロコロしてくれてありがとね。あ、転がされてえな。あら、自己紹介がまだだったかしら。あ、すごい、明日からのアングルなんだ。パティスリームクロジ店長の楓です。あらら、今はセルクルジムのシフトだったわ。あ、これ今シフト制なんだ。いけないいけない、ジムリーダーの楓ですね。かわいい。普段はお菓子を作ってるパティシエさんなんですよ。すごいふわふわしてる、口に入れて幸せなお菓子も草木に潜む虫ポケモンも小さいけど大きな力を持ってます。へえ、足をすくわれないよう踏ん張ってくださいね。あ、なんだと、確かに気をつけろって言われてたからな。え、どんな感じなんだろう、新ポケモン使ってくるのかな。よっしゃ、行くぞ、ジムリーダーの楓、勝負だ。うわ、楽しみ。なに、お、豆バッタ、あ、お前豆バッタっていうのか。よし、行くぞ、ボンレス。虫ポケモン甘く見てたら痛い目見ちゃうかもですよ。え、14レベル、めっちゃ強いんだけど、マジ。え、どうしよう、いや、これはエコーボイスでいこう。二度蹴りいけるか。うわ、やばいやばい。え、嘘、格闘技できんの、強いんだけど。え、嘘、
やべえ、やべえ、マジかよ、格闘技虫ができるのかよ。やべ、これはまずいな。あ、やばい、ダメだダメだ、ボンレス。え、結構強いんだけど。いや、これはアホ毛でいくか。よっしゃ、うちのエース見ろ、アホ毛いくぞ。よっしゃ、よし、行くぜ、ヒノコだ。鬼どける、やばい、やばい、うわ、あぶねえ。よしよし、いいぞ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 、ほげ。いやー、格闘タイプ技使ってくるの強いな。よし、行け。よーし、いいぞ、いいぞ。よし、まずは一匹目。お、タモンチロだ、次。よし、そのまま叩こう。お、来たな、タモンチロ。おー、かわいいな、やっぱタモンチロって。よし、今回も行くぜ。何？一発で倒れないだと？ダメ押し？お、いいぞいいぞ。いや、この辺でやっぱテラスタルしとくか。よし、アホゲー行くぞ、テラスタルだ。よっしゃー、行くぜ、出てこい、テラスタルアホゲー。おかっこいい。いや、この頭の上にろうそく乗ってんのさ、何回見てもかわいいよね。よっしゃ、行くぞ、燃やせ。よっしゃー、いいぞいいぞ。お、え、姫グマ？え、いや、このまま行こう。え、姫グマなの？なかなかやりますね。ここからどう転がしましょうか。え、嘘、え、嘘、え、姫グマ、え、嘘、この、え、楓さんの切り札って姫グマなの？マジか。いや、でもいい、行くぞ、ホゲー。サナギを破り、強く大きく育ちましょう。え、あ、まさかテラスタルしてくるのか。はっ、なぁ、姫熊のテラスタルどんなの、何タイプ。なるほど、虫タイプにテラスタルするのか。え、かわいい、すごい触覚生えてる。え、かわいい、すごい。緑ひかき、あ、やばい、いけるか、いけるか、頑張れ頑張れ、アホゲ、いけ、頑張れ頑張れよしよし、いいぞいいぞ。よっしゃ、いけ、反撃だ、焼き尽くせ、いけいけ、よーし、いいぞいいぞ。あぶねー、いや、びっくりした、姫グマ出てきた時は。危ない危ない、よったー、やったぞー、いいぞいいぞ。よっしゃ、勝った、私のポケモンたちみんな虫の息です。あ、2700円もらった、やった、フットパラだ。え、やった、初ジム勝利だ。あなたの強さ、勝負の最中でもどんどん膨らんでいきました。私ももっと進化しないとですね。改めまして合格です。ジムリーダーに勝った証としてジムバッジを差し上げます。楓特製手作りケーキも一緒にターンと召し上がれ。え、いいんですか、ケーキ、ケーキ、うわー、なにこれ、めっちゃいい写真撮っとこう。え、すごい、え、めちゃくちゃいい写真、え、すごい、めっちゃいい、え、嬉しい、やったー。あ、楓さん、ジムバッジを一つお持ちならレベル25までのポケモンは捕まえやすく言うことも聞きますよ。すごい食べっぷりだったのでデザートに技マシンもどうかしら。食べっぷり、お、飛びつく、へえ。冒険の途中で手に入れた技マシンは技マシンマシンで作れるようになりますからね。へえ。これからあなたの進む道が甘く優しくありますように。え、めちゃくちゃいい人、超癒される。うわ、手の振り方かわいい。それではまた会いましょう。え、めちゃくちゃ癒されるんだけど、楓さん。可愛いし、お菓子作れるし、優しいし、ポケモンバトルできるし、めちゃくちゃいいじゃん。やったー、初ジム勝利、嬉しい。お、なんか電話かかってきたぞ。誰だ？お、ヤッホー、エリモ、エモさん。私のポケモン、面白い技覚えたよ。あ、そういえば、ジムの調子はどう？あ、合格しました。合格したよ。あは、おめでとう。エリモなら当然だよ。やっぱりエリモ誘ってよかった。
私も各地を巡って徹夜でトレーニング中なんだ。マジネモさんのポケモンになると徹夜でポケモンバトルさせられんの？超ブラック企業なんだけど絶対ネモさんのポケモンになりたくないわ。パルデア地方は広いからマップを見ながら行く場所決めるといいよ。強くなるには寄り道するのも全然ありだからね。そういえば今頃ペパは何してるんだろう。それじゃあまたどっかで会ったら勝負しよう。そっかそっか。待って、めっちゃ嬉しいんだけど。やったぞーやったぞー、わーいわーいわーい、よーイエイ、お、よろける嬉しい。なんかやっとポケモンの旅始まったって感じするな。いや、なんかなんやかんや言ってジム巡りめちゃくちゃ楽しいな。なんか今回どんなさジムリーダーの人がいるのか楽しみじゃない。よし、お、こんにちは。回復してください。今回あんまりグルトンの活躍のも見せられなかったな。可愛色のエリモ。じゃあ反省会するか。よし、ボボンレース、さっきは事務戦お疲れ。お前のこと活躍させてあげられなかったな。ごめんな。でもやっぱりお前はもうちょっと修行する必要があると思うんだ。ということで、よし、お前、走り込みだ、まずは。おい、なんか文句あんのか。おい、返事はハイカブーだ。よし、それでいい。もっと走れ。もっと早く走れ。おい、ニヤニヤしてんじゃねえよ。もっと真剣に走れ。お前にはスタミナと体力と攻撃力が必要だ。おい、寝るな。おい、寝るんじゃない。おい、すぐサボろうとする寝顔アホ、かわいい。口開けてだけど口開けてんだけど、グルトン、ボンレス口開けて寝てんだけど、めっちゃかわいい鼻ピクピクしてるし、かわいいな。いや、なんかやっぱあれだよね、ちょっと弱い方がさ可愛かったりするよね。鼻に指をズボなんか鼻がムシムシするなかわいいズボ、鼻にズボよし、おい、じゃあ行くぞ。おい、起きろ。よし、次の場所行くぞ。おい、何びっくりしてるんだ。今日からお前の元くんだ。そうだそうだ、もっと走れ、もっと走れめちゃニコニコなんだけど、かわいいめちゃくちゃかわいい、めちゃくちゃ走ってる。よし、じゃあ戻るか。じゃあ次どこ行こっかな。